どうも、チャカです。今日は最近購入した老舗ニットブランドロベルト・コリーナについてご紹介したいと思います。ロベルト・コリーナは1981年にその名の通りロベルト・コリーナが設立したイタリアのニットウェアブランドになります。ロベルト・コリーナは自社工場を所有しているので企画から生産製造まで一貫してニットを製作しているんですが、ラグジュアリーブランドに認められるほどの高品質なニットを生産していて、あのビッグメゾンでもあるプラダのニットを手掛けていることでも有名です。普通プラダのニットだと1着10万円ほどするのが当たり前だと思うんですが、このロベルト・コリーナはその価格の5分の1程度の金額なので比較的手頃な値段で買えるんじゃないかなと思います。糸選びにかなりこだわりを持ったブランドさんで、コットン、ウール、カシミヤなどの天然の素材のみ使用しています。でですね、今回購入したのがコットンを使用したニットポロシャツになります。ロベルト・コリーナ自体普遍的なデザインで、今トレンドのオーバーサイズではなくジャストサイズで制作していることが多いんですが、これはビショップっていうセレクトショップの完全別注アイテムになっていて、通常のロベルト・コリーナよりリラックス感のあるシルエットになっています。着用した感じも撮ってみたのでそちらをご覧ください。170cm 細身体型で50サイズを着用しています。メンズの L サイズぐらいのサイズ感ですね。ゆったりしたサイズ感にリングジップを使用したハーフジップタイプになっているので、ニットポロながらもカジュアルに着れるようになっています。これで価格が2万1000ほどになるんですが、セールになっていて半額で購入することができました。ハイブランドと同クオリティのニットはこの値段で買えるっていうのはね、すごく良心的なんじゃないかなと思います。このブラック以外にもグリーンやクリーム色なんかもあるので、気になる方は商品ページをね、概要欄に貼っておきますのでぜひ見てみてください。はい、ということで今日は老舗ニットブランドロベルト・コリーナについてご紹介をさせていただきました。いつもファッション系を中心にアップしております。チャンネルを続けていくモチベーションになりますので、チャンネル登録と高評価お願いいたします。あとインスタグラムもやっておりますので、そちらもぜひフォローの方お願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。